皆さんこんにちは、カズラボチャンネルです。何かと話題のアバター2なんですけれども、先日のレビュー動画で私間違った詳細をご紹介してしまいましたので訂正させてください。申し訳ありません。僕も福島県のドローン仲間に教えてもらって気づいたんですが、この後方についている2つのカメラ、障害物検知センサーかと思われたこの部分なんですが、実はそうではなくてビジョンポジショニングシステムということで、 GPS の信号が利用できない、もしくは弱い場合に N モード S モードで自動的に有効になるということで、障害物を検知してくれるわけではなく、 GPS がない状態でもきっちりホバリングしますよという機能なので、下側は赤外線がついていて避けてくれるんですが、後方は避けてくれません。なので N モード S モードでバックするとそのままぶつかってしまいます。こちらご注意ください。僕も完全に勘違いしてました。というわけで本日の動画なんですが、先日特別に飛行許可いただいて撮影した佐世保市民文化ホール内の映像なんですが、そちらでテスト撮影した時に実際にフライトしながら実体験の下でのレビュー動画を撮っていましたので、皆さんにはゴーグル内の映像を見ながらリアルな感想をご覧いただければと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。もう操作感はまさにマビックみたいな感じですね。センサーもちゃんと働いてます。N モードでやれば全く問題ないですね。この広さでももうちょっとやっぱ欲しいのかなっていう気はしますが、ゆっくり操作するっていう意味ではこれぐらいの広さの場所でもいいのかもしれない。いやー安定してますね。すごい安定してる。いい感じです。で、切り替えで、これがスポーツモード。スポーツモードやってみましょう。スティックは3分の1も倒してないかな ?4 分の1ぐらいかな。はい、行ってみます。結構スピードありそうです、やっぱり。スピードは結構ありそうです。おお、早いですね。早いですね。結構やっぱスポーツモード早いです。この N モード、S モードだと本当に指を離せばその場にピッと止まってくれるので安心かもしれないですね。もう一回ノーマルに戻します。ああ、ノーマルがちょうどいいですかね。これぐらいが。まあでも確かに操作しやすいのかな。良い感じです。そしてまた曇り除去をやりたいです。ちょっと音がうるさいですけどね。これ室内で飛ばすときもう一個注意しないといけないのが、このホームポイントについてなんですが、リターントゥーホーム高度 30m になってますけど、 30m 上に上がっちゃうと、天井にぶつかるということで、この信号ロストした場合にリターントゥーホームを使わずにホバリング、その場でホバリングしてくださいという設定にしておきます。そうすることで信号ロストした時に上昇することがなくなる、まあ、もしくは着陸でもいいですが、床に何があるか分かんないので一応ホバリングの状態で室内では飛ばしています。映像はすごい綺麗です。はい、もうあの撮った映像を見てるんじゃないかっていうような印象を受けます。リアルタイムで伝送されている映像としてはすごい綺麗に感じます。めちゃくちゃ綺麗です。はい、この狭いところも行ってみましょうか。行ってみましょう。この中心点、画面の中心点にドローンは向かうので、その中心点に障害物がなければまずぶつかることはないという。そういった意識でやっております。N モードでも結構攻めることできます。行ってみましょう。はい。全然いけますね。まあやっぱりフープ機らしいというか、こういう狭いところでも結構いけます。あと、音がやっぱ静かな印象です。中域あたりの音がふわーっとなってるような感じ。はい、じゃあこの上の方も行ってみます。
余裕でいけますね。余裕でいけます。すごい安定。まっすぐいきますね。超安定です。なんかマニュアルもいいけど、まあ、普段マニュアルしか使わないですけど、これはこれで N モードでこういう場所飛ばすっていうのも意外といいかも。怖いと思ったらパッと離せばもう機体はその場で止まるので、それがめちゃくちゃいいですね。まあ、ここ室内なんで風の影響を受けることがないので、まあ、これだけブレないというのもあると思います。GPS は画面の通りゼロです。ゼロですが、まあ、いい感じに飛んでます。素晴らしい。まあ、普通に考えると、FPV 機を今ぐらい飛ばしたら、よし、もうそろそろ戻すかなと思うところですが、バッテリーはなんと 50% も残っている。あと10分飛ばせると。これ多分ね、操作してる人間の体力が持たないかもです。結構やっぱ集中しないといけないんでね、FPV は。まあやっぱりぶつからないような操作も必要になってきますし、その分この、予知に、先々のことを予測しながら操作してる部分もあるので、その分やっぱ集中してるんですよね、めちゃくちゃ。この流れだとここぶつからないよね、大丈夫だよねを常に気にしてるので、なんかマニュアルでしか普段飛ばさないけど、この N モードで飛ばすこの感覚がなんか不思議なんですが、すごい安心感がある。はい、もう安心感は抜群です。 N モード、マニュアルだと、そう、 N モードはこの安心感ですが、マニュアルだと本当に集中してないとやっぱ怖いですもんね。でもこれいけちゃいますもん、こんな感じで。スイスイ。スイスイいけちゃいます。ほら、このコーナーの感じもすごいいい。して、超低空でもいける。超低空でもいけます。いや、これはすごいな。で、ほら。そのままこっちに流れて、飛び込んで、はい、飛び込んで、自分自身の周りを回る。はい、回る。からの、ステージに向かって、っていう撮影ができちゃうな、これ。いやー、できちゃうな。やべえな、これ。結構、簡単ではないですが、本当にマニュアルで操作するよりは、もう全然簡単にできてしまうと思います。N モードでのこういうフープ機を飛ばす。これ非常にありかもしれません。じゃあちょっとやってみます。すごい安定。よくできてんな、これ。やっぱこうスピードが出ても N モードだとね、怖くないんですよね。実際のデータがどんな風になってるかちょっと気になりますね。はあ、すごい。いやー、本当にね、楽。本当に楽。 N モードって言ってもやっぱりちゃんとこう傾くので、 FPV を飛ばしてる感覚にはやっぱなりますね。まあ調子に乗らないようにちょっと気をつけますが、すごくいいです。はい、なるほど。いやー、素晴らしい。というわけでいかがだったでしょうか。なんだかいいとこだらけのレビューになってしまいましたが、通常これくらいのホールとか、まあ、例えば学校の教室くらいのサイズ感の室内っていうと、アバタ2より一回り小さいくらいのフープ機がちょうどいいサイズ感なんですが、 N モードを使えばアバタ2でもいけなくはないという印象です。野外での目視外飛行の申請も包括で承認得てますので、このアバタ2での絶景映像を撮影して動画の方をアップして
していきたいと思います。それまで少々お待ちください。いつも皆さんのご視聴ありがとうございます。